い、まず、アウディ TT の初期に出ました2リッターのターボエンジンを搭載した 2.0 TFSI クワトロの方に乗っています。今一般道を走っているわけですけれども、もう本当にこの2リッターにですね、これぐらいコンパクトな車ですから、とても俊敏な加速をしてくれます。これ別に普通に乗っているだけでも十分に俊敏な印象がありますね。で、組み合わされるトランスミッションは6速のエストロニックというものなんですけれども、まあもうこれもですね、アウディは結構長い、作り始めてから長いですから、とても滑らかに変速もしますし、出た当初はですね、発進時のちょっとギクシャク感が気になりましたが、そのあたりももう、解消されたような感じですね。で、最高出力は230馬力ということで、相当パワフルなところはありますが、ちょっとここで低いギアに入れて加速をしてみましょうか。2速に入れて、ちょっと速度を落としてアクセルを一気に踏んでいます。今はまあ、普通のコンフォートモードでやってみました。ですので、まあ、それなりにスポーティーな音ですけれども、まあそれほどこうびっくりするような音ほどはしませんね。で、これがダイナミックモードとかいうものにしますと、また印象が変わりますね。ここにアウディドライブセレクトというスイッチがあるんですが、これで、今ダイナミックしました。で、今実際ちょっと音が太くなりましたね。ちょっとアクセル強く踏んでみましょう。はい、今まあちょっとこのカーブでですね、アクセルを踏んで加速をしてみましたが、やっぱりクワトロということはありまして、安心してカーブが曲がることができますね。はい、このように相当ノーマルのモードに比べると音の雰囲気は変わりますね。とても俊敏な、変速をしてくれます。で、まあ、クワトロになってですね、重量は重くなっているんだそうですけれども、元来それほどむちゃくちゃ重たい車でもありませんので、このエンジンでもう十分にスポーツカーらしい、運転の楽しみを味わうことができます。サスペンションの印象ですが、今この乗っている車はですね、18インチのアルミホイールを履いています。で、まあ、18インチということもあってですね、やはりスポーツカーらしいといえば、まあ、いい言い方でしょうか、少し硬い印象がありますね。ターンスピードで流れている時にはもう少ししなやかだといいかなと個人的には思いますけれども、これも好みがあると思いますので、一概にどっちがいいとかどっちが悪いというようなことは言いにくいところもありますね。で、今またアウディドライブセレクトをコンフォートモードにして走っています。本当にですね、この街を走る分にはアクセルをもう本当にわずかに踏むだけで、どんどん加速していきますし、どん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 こう変速を高いギアにしていきますので、きっとこれは燃費がいいんだろうなということが予想されますね。で、この TT で、まあ、いろいろ特徴的な部分があります。まずは、このメーターですね、フル液晶になっています。で、これは今普通のメーターのように表示していますけれども、このステアリングのスポークにビューというものがありますが、これを押しますとこのようにナビゲーションの地図が大きく表示されて、メーターは必要最小限のような状態に変わります。で、ここは今たまたまナビになっているだけで、いろんな燃費の情報が出たりですね、まあまあ走行距離が出たりだとか、まあこの車の場合はオプションのレーンキープアシストがついているものですから、そのレーンをはみ出した時に危ないよという表示をするものもここに表示することができます。他に音楽を曲を表示したりですね、さまざまな表示をすることができます。 TT に乗ってスポーツカーらしいなと思うのは、このハンドルのステアリングの印象なんですね。本当に少し舵を切っただけで
車は挙動を変えます。ステアリングを、一番左をにいっぱい回して右にいっぱい回す、それをロックトゥロックという言い方をしますけれども、この車は驚くことにロックトゥロックがわずか2回転しかしません。本当にちょっと切っただけで車はそっちの方向へ向くという印象は、本格的なスポーツカーらしいポイントかなというふうに感じます。運転の好きな方はこういう敏捷なステアリングの印象は好きだと思いますね。ここのメーターの話があったんですが、実は普通の車がありそうなナビゲーション、まあ、この中央あたりにナビゲーションがよく、設置されていると思うんですが、この車にはありません。ここに全てを表示させる。で、ただこの操作系はですね、ステアリング、さらには従来通りアウディの他の車と同じようにですね、センターコンソールのダイヤルで操作することもできます。現在アイドリングストップしています。これ再始動がどんなものか見てみましょう。まあ初期のアイドリングストップのついた車に比べれば、ほとんど感じない程度になりましたけれども、多少のブルつきは感じるようです。ただまあそれがすごく気になるかというほどではないですね。だいぶチューニングがうまく行き渡っているように感じます。今ここの道路は少し荒れたところなんですけれども、やはりですね、今タウンスピードぐらいで走る分にはちょっと硬いかなという印象があります。ただスポーツカー、いかにもスポーツカーのようにガチガチ、まあ、昔のスポーツカーのようにと言った方がいいかもしれませんが、そういうガチガチでゴツゴツして気分が悪くなるというようなほどではありません。角はわりかし丸まった、硬さを持っているというような表現の方法が分かりやすいかもしれません。スイッチが少ないのもこの TT の面白いところなんですね。このエアコンの操作系、このあたりももうこの吹き出し口の中に埋め込んであるというところがこの車の特徴でもあります。はい、今度また信号が赤になりましたので停止をしますけれども、今度はアイドリングストップをする時の振動はどんなものか見てみましょう。これはもうほとんど感じませんね。元来、街を流している分にはエンジン音はもうとても静かで、ほとんど気になりません。ダイナミックモードにして、それなりに、エンジン回転を高めるとスポーティーな、いかにもこうスポーツカーらしい音が聞こえてくるんですが、それ以外の時にはですね、普通のセダンと同じぐらい快適な音を提供してくれますね。そういったところで、まあいかにもスポーツカーらしい運転をしたいときはそういう演出をし、それ以外のときはですね、快適性をしっかりと高めるという二面性を持ち合わせているのがこの TT クーペの面白いところというふうに言えると思います。